へいよーキャノツムシです。今日もね、くらがってくるんですけども、今日はですね、このペッカラムを紹介していこうかなと思います。さあ、ペッカラムですね、まあ、エレジェイとかの、対策でも強いし、日本人のプレイヤーでもね、ペッカラムで上がってるプレイヤーがいて、まあ、環境がかなりいいと言っていました。といったところで、まあ、昔からあるデッキですね、これも。なので、まあ、昔から使ってたので、使っていこうと思います。一応ここゴール内でもいいんだけど、まあチャンピオンなしといったところで U の型でやっていこうかなと思います。ただ、U の一回使って勝てたら、ちょっとゴール内も試してみたいね。まあでもチャンピオンなしっていうデッキでは、多分結構強い方だと思う、このデッキ。その環境的にもね。さあ行きます。ペラムは、マジでこういうファイスピ、腹立つけど、しっかり受けていきます。あれですね。マイティー枯渇か。まあ、ちょっと早めの受けになってしまったけど。いやー、こうだね。これでちょっと受けながら。なるほど。ここのマイティーは潜ってこない。はい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 。ケツペかなこれ。なんか、マイティデッキ使ってたと思ってたんだけど、ケツペ結構しんどかったイメージある。うん、この吹き矢はいいや。痛いんだけど、まあ、言うて吹き矢使ってくれるんだったら助かるって感じ。ベビードライチしんどくない？ねえ。で、エレキも出して、積んだしはいて。これがいいんですよ、これが。雪玉で弾いて、どっか行け、お前。いかんのか。気持ちいい、その、最初のあの、ファイスピでちょっかいかけたところに、気持ちいいって。いやー、いいですね。これ。で、結構ね、相手ね、しんどいはずなんだよ。あの、ペッカベビーとかの形が。そう、それ俺は知ってたからな。ペッカ出します。で、まあこの後にミラーバリューが来るんで、そこをしっかりと、まあユニットで受けて、あーこれあれだな、ミラーも流してくるやつです。なんでこれで受けてあげて、許しません。これあともう防衛だけでいけそうじゃね。まあ、ラム出して。はいはいはい。結構もう、キングタワー、いい感じに、いけそう。これもう、キング狙うか。多分相手ロケットミラー打ちたいだけなんで、これ。ああ、バレルだ。これ雪玉。間に合わない。OK。GG ですね、これは。あー、気持ちいいです。非常に気持ちいいです、これ。といったところで。まあ、今回は、相手のデッキをしっかりとね、こう、弱点を分かった上でね、まあ、前回の動画で、枯渇使ってるのもあって、この本赤トラゲ動画でね、まあ、それでの、学びでしたね。さあ、そういったところで、ゴール内で、やってみようかな。まあ、でも、ユーノの方が使いやすそうな感じは、あるかもしんないけど、ゴール内にすると、まあ、ザッピーとかにちょっと強くなったりだとか、まあ、ミラー対決でちょっと強くなったりだとかっていう感じだとは思います。ちょっと、携帯の充電が、まずいんで充電します。さあ、行きましょうか。ゴール内で、受けつつ、走りましょう。まあ、ゴールの方が硬いからね、いいね。迫撃か？このペッカラムで大事なカードは、俺個人的にもベビドラだと思ってて、ベビドラの使い方がすごい大事。はい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 。まあ、ケツベビとかでいくか。
縦線切ったまあおそらく迫撃とかだと思うんだけど、はいはいはい、ゴールナイダッシュしてここなあ、ガゴムでいいのかな、ケツラムでいきます、カシペワンチャン、はい、まあこれはガゴムレちょっとまあ予想はできてたんで早急に処理してった、はげ、あー入んないんだったらちょっと延命した価値はねえな、ここは一回ケツペから行きたい、縦線痛いね、ケツペ出して前吐く、まあ、ゴルナイ出す、はい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 、まあ、これは相手守れないからね、うん、ベビドラ出して、うん、いいベビドラ、いやーただなー、まあ、ここゴルナイもまだ使わない、後ろから一生後ろからいきます、さあ絶対に俺のユニットたまりペースが来るはずなんでそこで合わせていきたい、延命して完璧です、これはいいエレキだね、さあここはまずここ処理、2ペッカでもいいな、もう5打たれると思うんだけど、もう多分アドがすごいんでこれ、はいはいはい、いいぞー、ガゴムレー、あでもめっちゃいい防衛だけどダメージがゴリッと入ってるんで、このままもうライトニングとかそこら辺に行きたい、相手まあめっちゃいい守りしてきたけどもうさすがにきついはず、ゴルナイ出すで、あとはムートとあれだけ気をつけたい、はい、あとは呪文で結構守りつつですね、うん、そこ処理して、はいはいはい、まあ、雪玉打っとこうか、さてとやることがない、まあ一応ラム出しといて、ライトニング。OK。あと呪文削ぎでいきたい。そいつはもう無視で。はいはいはい。雪玉。エレキ。もう攻めましょうか、ここは。いいぞ、いやライトニングどうかな、どうしよう、さすがにここ勝ちたいよな、はいはい、まあタイブレーカー見ていけばいいか、 OK、よし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 、迫撃に勝てんの熱いね、普通に。さあ、最初のあそこの、うん、ムートとガゴムレのところをエレキ雪玉とかで綺麗にさばけたのが、もう、勝った理由でしたね。よし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 。いいね。いや、俺ちょっとゴルナイ型好きなんで、ゴルナイで使っていい？まあ、言うのでもほんと変わんないと思う。マジで、ペッカラム自体は。そう、さっきもまあ、特にやることは変わんなかったんで、行こうと思います。まあそれぞれの強さが絶対あるなっては思いますね。エレキ出して、なんでこうやって解説してるときってさ思いますねとかなるんだろうね。さてと
いやー、一発か。まあしゃね、これは、うん、これはしゃないです。あの相手があのタイミングでてか相手あのタイミングでさ、ゴブリンつけてくるって結構やばくない？俺手札にペッカあったらどうしてんのってなるよね。うわー、スパーキーやだなー、俺これスパーキーマジでやだ。どうしよう、どうしよう、これ間違ってっか、これケツから合わせてもなんか渋いよね。まあ、ベビードラ、まあペッカで守れればだけど守れませんでした。じゃあここ捨てましょうか。いやー、今のどうするべきだったんだろうって感じだけど、いやー難しいな。ベビードラライトニングがまあ一番良かったか。ライトニングでしたね今の。さあ追いついて勝ちたい。なるほど。さあそれはもう仕方ないんだけど、とりあえず折らせてもらえる。はい、オッケーオッケー。地獄を見せたいこいつに。こっから煽ってきたんで地獄を見せてあげたいんですよ。ただ両サイフラゲット嫌だな。ここペッカー、はいはいはい、うん、でそこ処理してくれる。逆サイか、うん、処理、で一応ミニペ切ったから、OK、あと1084、576、さあ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 、どうなんだおい、許さんぞ俺は。はい、ありがとう、本当にありがとうっつってね。はい、 GG です。グッドゲーム、面白いゲーム。よし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 、まあ多分ベビードラライティングで守って綺麗に 1-0 で勝つべきマッチアップではあったかなと思います。まあご覧の通り結構勝てるんですよペッカラム。そう、まあ今の相手だとゴールナイが強かったかなって感じ。まあミニペ相手に強いっていうのと、まあ好きなタイミングでダッシュさせてスパーキー無効化できるっていうのが結構強みかもしれないゴールナイ型の。さて、いや今の気持ちよかったね。待つ方が強いかなペラムって。いやでもまあもう普通に行こうか。バッテリー残量 20% 切ってる。俺のです、ごめんね。画面録画あるあるなんだよ。ランバーダッシュ、はい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 、ってことはそういうことよな。
ふぅ。これで許して。フリーズやめて、マジで。やめてよ。やめてって言ったよ、俺。やめてよ。あー、もうやめてって言ったのに、ベビドラ、頑張れ。よし。はいはい。まあ、これはね、予測。ここで鼻ほじってると、タワーが折れる。マジで。タワーが折れるし、多分鼻ほじってる手にも力入って鼻からも血出るんで気をつけた方がいい。多分ペッカのバルーンですね、これは。なのでゆっくりいきます。はい、ザップ。まあペッカバルーンでしょうね。ライトニングうまく使っていきたい。まあ、最初の飛び出はちょっと予測はできたかな。来そうだなと思ったんだけど。うわー、ケツペするかどうかだな、これ。ラム持ってます。あの、相手ペッカラム知らねえんか。一応雪玉打っとくか。ここの延命は熱い気がするけど、熱かっただけだ。ちょ待って、あーもう最悪だよ。おい、治安悪くね、ここのトロダイザキやがってよ。うわー、これ絶対勝てたけど、なんかちょっと待って、ラムーバルーン止めるのめっちゃ弱くなってたな、さっき。あー、クソ腹立つ、くっそー、マジで。くー、これは勝てます。勝てるけどペッカ入ってんの厄介だったね。うわ、マジで温まっちゃダメだ。ウルフかわいいな、ウルフかわいい、もうかわいいウルフ見て癒そう。はあ、くっそー。ということでラストぐらいですかね、行きましょうか。いやー、結構体温上がっちまったね、今ので。今の結構体温上がったな。悔しいわ。ガチで悔しい、本当に。麦とか気持ちいいだろうな。ああいう煽り中成敗してさ、もう、すべてで分からせるような、クラロワの、気持ちよさそう。でも麦煽んないのすごいよね。俺が麦だったらもう煽り散らかして、もうすんごいことになってるよ。懸賞金3億ぐらいいってるわ。ダクプリと、うん。ダクプリと、なるほど。ペッカ出してもいいけど、まあ、やめとくか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。ここの端前ペッカでも良さそう。あー、エレキに5打ってくのね。まあ、でも、いいんじゃないか。何で受けるっけ？ダクプリと？ドリルか。はい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 。へー、ちょっと待って、相手のデッキなんか、ちょっと俺よくわかんないんだけど。マザネクとダクプリ。うん。まあ、いっか。キョスケとかいないんかな？ムートだからいないか。最初のゴーストのやつが変わって、マジアチャが変わってみたいな感じかな。はい、これ結構いい攻めな気するけど、どうでしょうか。いいね。いや、いい、ベビドラがブッサブッサ。マジ、ベビドラ大事、このゲーム。ケツペして、ムートドリル来たときは、ムートにゴルナやって、ドリルにロリババでいきます。ゴルナ出して、ちょっと回転早める。これ相手しんどいな、さては。相手さてはしんどくない？うん、このライトニングクリティカルヒットしすぎて
相手涙流してるもんね。この雪玉が強いんだよね、これが。マジでこれが強い。だからケツラムとあと攻め雪玉が本当に強いことを覚えておくと勝てそう。エレキ出してもう一回ラム出してライトニングでいこうかな。ライトニングを、はい、打ってあげてゴブナイ出してあげて、いやー気持ちいいですねこれは非常に。ベビードラ出しといて勝ち込みいって、あとは被害侵されなければ勝ちなんだけど、まあ一応なんか全部負け筋切っといて、ジジですね。オッケー、気持ちいいからもう一試合いっちゃう。さっきのもう煽られたやつとか気にしない、俺気にしないです。いきましょう。結構上がってんだトロフィー591。ペッカラムの極意を教えていこうと思います。ということで、いや今シーズン何でトラリしようかな。枯渇、まあマイティ枯渇はない、あれはマジで動画表、うん、動画はまあ普通に枯渇がちょっと熱いっすよって動画。ペッカラム結構ありなんだよな。エレジャイがなんかマジで対策されすぎててやばいそう、あんだけ強いとやっぱ対策されるんだろうなって感じ。いやー、エレキ見てからで間に合った。構えとけばプリン出てきた瞬間に出せば幸せになれるって知ってたみんな。いやー、まあこれゴルナイか。てかでも枯渇相手はゴルナイが強いからもう文句なしに結構熱そう。相手あくびして眠そうだもんね。とりあえず勝ち込み入れといて、そうするとこのケツラムが強いんだよね。これベビドラで、おっと誰がおったや。そのおいでで、あー相手 M 良すぎてやばい。相手ロケットの M 強いな。これケツペ行きたくない。あーでもそんな後取ってねえか。前プリにはゴルナイ出すでしょ。うん、でうわー、なんで今ダッシュ我慢できなかったんだろう。もったいねー、終わったこのペッカさよならだ。まあロリババあるんですよ実は。隠しててごめんね、隠しててごめんだけど実はあったんだよね。相手キングギド違うわ。ペッカ早くでそれ、もう一発。いやいい、これはいい、これはいい。ペッカの一発ってマジで目覚ましの音にしたいよな。ジャキンつって相手笑いすぎだろ。でも相手ベビドラがきついと思うんだよね、シンプルに。いい完封、いい完封です。で、橋前プリンセスは、処理するとして、ケツペします。ロリババア。で、ここでどうするマーカーつけてくるんで、分かってんだよ、ゴルナイ。ああ、相手も分かっていくわ。どうこれ入んないかな、入んなさそう。うわーミスった、入ってるわ。ペッカ出してロケット削りが嫌すぎるな。
うん。いや、ゴルナイ入ってんの気持ちいいな。それは気持ちいいわ。で、多分テスラが来るから、あれだね、プリンセスを荒らされないための、これはあともゴルナイ出してサイクルを、いい感じにして勝ちたい。これめっちゃいいペッカだと思うんだよね、これ。これは、マジでめっちゃいいペッカだと、ワイは思うんやけど、みんなはどう思うか教えてくれ。ライトニング、グッドゲーム!このグッドゲームは、ホクホクするやろ!お尻フリフリつき。おめでとうといったところで。おー、いいですね。ペッカラム、結構いい勝率で、駆け抜けれたと思います。ということで、ぜひ皆さんこのペッカラムですね、まあ、U の型、ゴルナイ型、あると思うんですけど、使ってみてください。では、おつめし、バイバイ、またねー。